どうもこんばんは、よるたまです。本日は挑戦機を使ったダルタニャンで遊んでいきます。多分ね、この動画なんですけど、もんましょうもない雑談とダルタニャン強いしか言わんと思うんで、嫌な方はここでブラウザバックよろしくお願いします。ということでね、シュリンガーラ来たんですけど、昔ね、そのシュリンガーラ運極をするまでダルタニャンを編成して回っていたんですね。なんで、まあ、ここで使ったらね、ダルタニャンまあ強さ実感できるっしょっていうことで、今回ダルタニャンをシュリンガーラで使ってみてます。で、そうちなみに今回の動画って、まあ背景がね、多分ダルタニャン2体ピピって並んでて、なんかめっちゃテキストとかもなくって、うわ、なんかすげえ手抜きやなと思うんですが、あのね、遊ぶ系のとか、こういうなんか雑談のまったりした動画って、まあ特にね、クエスト紹介とかキャラクター紹介とかもないし、まあ半径とかね、テキストつけんでいいっしょと思ったので、こういう系の動画をね、このスタイルでやっていこうかなと思います。まあちょっと今スタイル模索中なんでね、はい。ただね、背景やっぱあった方がいいよとか、まあ、少しでもね、クエストの紹介あった方がいいよっていうのがあれば、コメントくれるとね、次回の動画とかで参考にしていきたいと思うので、また何かあればよろしくお願いします。はい。ということでね、雑談タイムに入ります。ここからね、もうめっちゃね、気をゆるゆるにして話していくんで、なんやろな。多分方言とかね、なんかもうめっちゃ言葉悪くなっちゃったりするんですけど、その辺はご了承ください。ということでね、皆さん、昨日、任天堂ダイレクトあったんですけど、見ました？ね、僕はね、見たんですよ。で、何ですかね、仕事昨日終わった後に、目覚ましをね、夜中の12時半にセットして、で、仮眠を取って、一時に起きて見たんですけど、内容ね、結構良かったなぁと思うんですよ。ただね、なんやろ、ま、個人的に好きなね、パワーポケとか、スパロボあったし、すごい良かったんですけど、世間一般的には、なんか、めちゃめちゃ不評じゃないですか。なんか、ほんまに、ツイッターとかで見たら、なんか、不評の嵐じゃないですか。炎上までとかいかないですけど、不評の嵐で。いや、やけん、なんやろな。なんか、みんな何を楽しみ待ちよったんかなと思って。で、まあ、その辺がね、ちょっとめっちゃ気になって、今日いろいろ調べてたんですよ。なんか、エゴサじゃないですけど、ツイッターでブワーって調べたりとか、なんか調べてたら、なんか、サプライズ的なね、発表って、なんか言ったらまあ、正直そこまでなかったじゃないですか。なんか、それがね、不評というか不満につながってるっていうのが分かって、ああ、なんかこういう大きい発表ってやっぱサプライズいるんやなってすごい思ったんと、まあモンストってさ、サプライズとかやっぱフラパとか周年でしてくれるじゃないですか。まあ一番のね、モンストのサプライズって4周年の時のエヴァの重心化だと思うんですけど、なんかやっぱりね、多分今回とかもあると思うんですよ。その7月になるフラパで、最後ね、出演者が、これで重心化終わりですっていう時に、なんかステージが暗くなって、なんか茶番みたいな、茶番口悪いな。まあそういうのが繰り返されると思うんですけど、なんかね、やっぱそういうの考えると、まあモンストっていうゲームって、やっぱ運営がね、かなりそのサプライズっていうのを大事にしてて、発表とかね、そういうのをやってるんやなっていう、なんか改めてね、実感しました。で、で、もう一個ね、不評について、言いたいことがあって、雑談でね、言いたいことがあって、なんかね、直近で、僕が上げたダルタニャン超強えの動画あるじゃないですか。未開の21で使ってる。あれのね、低評価率がめっちゃね、高くて笑えてきたんですけど、まあ、あれ見るとね、やっぱ、なんやろ、ガチャゲン強え系の動画って、あんま需要ないんやなと、思いました。はい。まあ、無課金の動画はね、結構やっぱ需要あるんかなっていうのを考えると、やっぱりキャラクターをね、やっぱ課金して手に入れてる人っていうのはほんまに一部なんやなってすごい思いましたし、
やっぱその今後もね、まあ評価いいんであれば、まあ無課金の動画とかをね増やしていこうかなと思います。まあいい勉強になりましたね。まあとは言いつつもね、ガチャゲンで知恵動画ってまあ正直自己満なんですけど、まあやっぱ気持ちよくなるんでやりたいんで、まあ正直ね、ここからも動画を上げんくなるわけではないがやけど、まあそういうね傾向とかを向けたら面白いなっていう風な感じでした。はい、で主権柄ボス2ですね。あ、でそう、あとね、最近ねちょっと面白いというか珍しい体験して、なんかウーバーイーツで、あのウーバーイーツって配達じゃないですか、配達員に道案内したっていうのがあって、あの僕ねウーバーイーツじゃなくて出前館派なんで、あんまというか頼むことなかったんですよ。なんですけどね、この前ね、その食べたいドーナツがあって、めっちゃ甘いドーナツなんですけど、そのねドーナツを食べるのってウーバーイーツしかなくて頼むの、まあこのなんですかね、ウイルスの中なんで外出たくないじゃないですか、賞味なんで、ウーバーイーツで頼んだんですよ。その住所登録して、あの初回のクーポン使って安くして、で30分ぐらいでね届くみたいな話があったんですけど、30分しても一向に来ないんですよ。で玄関で受け取る予定だったんで、まだかなまだかなと思って、まあ、ずっと待ってたんですけど来なくて、で50分ぐらいした後にその配達員から電話あって、で普通に出て、もしもしって言ったら、なんかすいませんって言われて、なんだろうって、もうそもそも遅れてることがすいませんやんと思いながら、で何ですかって言ったら、その登録してる住所が分かりませんって言われて、別になんかその外国の住所を登録してるわけじゃないんですよ、普通の日本の住所登録してて、もちろんねその出前館の人はちゃんと住所、同じ住所で来てくれるんで、いやそんなことあるって思いながら、でもねやっぱどうしてもね、そのドーナツ、めっちゃ甘いドーナツを食べたくて、もうちょっと若干ねイライラしつつも、あ分かりましたって言って、もう今からじゃあ道案内するんで、この道案内通りに来てくださいって言って、もうね外出たくないのに外に出て、なんかその友達とかを、言ったらその迷子になったね友達とかを案内するときに、なんか目印のその建物とか交差点のここにいるとか、こんな服着てますみたいな感じで、なんかよく案内したりするじゃないですか。あんな感じの勢いで、あのこの交差点で、まあ、その白い目立つワンポイントの服着てたんですけど、この服着てますみたいな感じの、なんですかね、案内して、でそこでね外出て30分、電話案内して30分経って、ようやく、あ見つけましたって言われて、でまあドーナツをね外で受け取る羽目になったんですけど、結局まあね、まあそういう珍しいんかな、まあちょっとね面白いというか、まあなんか配達員そういう人もいるんやなと思って、はい、まあなんかいい思い出ですよね。もちろんねその Uber Eats 配達員点数つけれるんで、まあその方ね、ちゃんとね真摯にというか真面目に評価考えて5にはしたんですけど、はい、もうねやっぱそういう方もいるので、まあ、ウーバーイーツとか、まあ、出前館とか、配達もね、注意した方がいいなっていう風な体験談でした。ということでね、シュリガラ、なんか知らんうちに終わったんですけど、はい、誰だな、強かったですね。はい、ということでね、今後もね、こういう、なんか雑談もね、しながら、まったりした動画も出していけたらなと思うので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、この動画を終わります。では、バイバーイ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がお済みでない方はアイコンマークをタップしチャンネル登録をお願いします。その他ツイッターもしておりますのでフォローもお願いします。これからも楽しんでもらえる動画を上げていきますので、興味ある方は他の動画も見ていってください。ではでは。